皆さんこんにちは、梅和ブログです。本当にお久しぶりですね。辞めてから、まあ、いろんなことをしておりまして、いろいろありまして、まあ、いろんなあの業態をやってる会社で、まあ、飲食なんですけれども、一応まあまああのマネージャーとかまでにやっとなって、でその、まあ、マネージャー職一段落ついたというか、まあつけたというか、まあ、いろいろつけたじゃないな、まあ、そもそもまたバーを再開することが目的だったので、ようやくそのために動き出せたのかなというところで僕を、始めました、再開を始めました。なんて言ったらいいか分かんないんですけど、今更なんやねんっていう、感じと、もうねもう忘れてはるやろなっていうところで、また心機一転やっていきたいなというところで、まあ、バーを始めるので、あの前回お店をやってた時はスタートからその紹介するというか、バーの始め方というのをとっても、需要が どこまであるかは分かんないですけど、これからお店をやりたいなという方とかがもしいらっしゃったら、まあ、ちょっとでも参考になれるのかなというところで、YouTube の方をアップしていこうかなという感じでやっていきたいと思います。はい。なのでね、あのまだ実はこの収録の明日ですね、あの社長と打ち合わせをするので、まだ具体的な日付ですとかそういうものはまだ未定なんですけれども、さすがに会社での会議とか決算書類だとか、まあ、そういう金銭的な生々しいところっていうのはお見せできない部分もあるのかもしれないですけど、できるだけ情報を公開していけるところはしていって、まあ、どんな感じにできていくのかなっていうところをお伝えできたらなというふうに思っております。全然今日はもうっていうか、あのこう今動画を撮ってるのが自分の部屋なんですけれども、マーベルのことには別に触れるつもりはないです。はい、完全にね、単純に自分の部屋なので、まあ、こうちょっとバーっぽくはあの改造したんですけれども、出窓を板で塞いで棚にして、これもカラーボックスに板とリメイクシートを貼って、まあ、ちょっとこうバーっぽくなってるというか、まあ、実際家で一人でたまに飲んでるんですけどね、これメルカリで買った札幌のサーバービールサーバーなんですけど、これがね全然使ってないんで、まあ、なんで言ったんやっていう話なんですけれども、はい、でも実際このシェーカー振ったりはしております。まあ、練習にもなるというか、自宅でもカクテル飲みたい時もあるんで、でコロナでね、やっぱりまあ知り合いのバーとかも結構、まあ、自粛で閉めてることが多かったので、自分で作って飲むのがまだまだこうオミクロン株とかなんやかんや出てますけれども、まあ、家で作って飲めるならば、まあお店に行かんでもいいとかを言ってしまうと、自分がやろうとしていることとまたこう矛盾していくので、まあようわからん感じですけど、まあ家でも飲めるなら、お酒の好きな人はもう飲める方がいいと思います。家でサクッと作って飲めるっていう部分がなんかちょっとでも需要があるようでしたら、やりますし、まあやりますしやらせていただきたいと思っておりますし、なんとかね今年バーができるように、そのバーができる様を動画の方で紹介できたらなというふうに思っておりますので、皆様チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日はすいません、ちょっと喋ってるだけでした。喋ってるだけ、うん、どうでしょうね、そのもう本当にのなんかね、年単位で動画を上げてなかったので、全然何を喋っていいかよく分かってない、なんでしょう、 YouTube 黎明期によくいっぱいね、よう分からへん、こう小学生とか中学生とかがああだこうだ喋ってんのと今何が違うのかなというところで自分で思っておるところですけれども、まだ何も動いてないので、その自分自身すごい不安でいっぱいなので、まあそんな感じです。本当にね、どんなバーにしていこうかなというところから考えておりますので、またどんどん形にこれからなっていくのかな、まあなっていくはずです、なっていきます。そうですね、部屋をバーっぽくするあのアイデア集とか、そういう動画もやったらよかったのかなとか思うんですけれども、あの結局ね、あの部屋をバーっぽくする、結局一番大事なこと、一人暮らしなのか否かですよね。まあ何人かで暮らしてるとそうやってこう自由にできない部分もあるでしょうし、一人暮らしでも、まあ、この部屋は布団を敷いたり、まあ、そういうことをしないんで、自分の部屋なんですけれども、もう本当に趣味の部屋としてあるわけでして、かといって、ね、もうむちゃくちゃいい家に住んでるわけじゃなくて、
部屋数はまあまあ割と取れたんですけれども、それでももう本当にね、10万もしないような本当に安い物件ですね。そうですね、まあそのバーっぽく、バー、自宅にバーを作りたいんやったら、まあ物件探しからですよね。どれだけこうどこまで安くで部屋数を作れるのかっていうところですよね。やっぱりここにベッドを置いてもね、良くないんで、話がそれましたが、部屋じゃなくてちゃんとお店としてバーを作っていきたいと思いますので、チャンネル登録の方、またね、チャンネル解除をされた方も再登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは次回は次になるかな、打ち合わせが終わってどういう結果か、どういう風な方向性になっていくのかっていうところから報告していきたいです。それぐらいかな。はい、まあその今からの流れっていうのは、まあその時にお伝えできればいいかなと思っております。ということで、今回はバーを再開するので YouTube も再開しますというだけの動画でした。